こんにちは、ロニープーです。今回はベンダー様より商品が送られてきましたので、その商品をご紹介させていただきたいと思います。今回はですね、こちらゲーミング LED ライトになります。このライトなんですけども、1600万色300オーバーのですね、ライトモードというのを搭載しています。アプリを使って操作することもできますし、付属のリモコンを使って操作することもできます。 USB の電源ですけども、こちらですねについているこのボタンでですね、ワイヤーリモコンとしてでも操作することができます。電源オンオフモード切り替え、音楽パターン。リモコンの方はですね、さらに細かくですね、スピードを変えたり、モードの選択とか単色、それから明るさなんかをですね、設定することができるようになっています。一番細かいのがこのアプリの方になっています。LED のですね、点灯時間なんかのですね、設定というのがですね、このアプリの方からできるようになっています。電源の方はですね、先ほど見ていただいたようにですね、この USB になってますので、USB のコンセントがあればですね、どこにでも差し込んで使うことができます。リモコンの方でですね、これね、例えば色、単色ですね。今、黄色にしました。今度、こう、ブルーにしました。はい。こういう風にね、することができます。そして明るさ、ここを押していただくと、明るさが調整できるようになります。で、チカチカっとした場合は、それ、モード、最大になっているということになります。パターンっていうのがあるんですけども、ここですね、モードっていうのがあります。ここを押していただくとですね、パターンがですね、変わります。このように。はい。いろんなパターンがあります。スピードっていうのがあります。これ、押していただくと、はい、こういうふうにね、速度が速くなったり、そして遅くなったり、っていうのをですね、設定することができるようになっています。アプリの方のプリセットの方を見ていただきたいというふうに思います。例えばこういうふうにね、はい。もうプリセット300以上ありますんで、このプリセットを選んでいただいて、お好みのパターンっていうのをですね、見つけていただければ、こう雰囲気としてですね、点灯の仕方をですね、いっぱいある中から選んでいただけるというような形になってるんですね。音のパターンでいきたいと思います。鳴らします。ゲームのプレイの状態でどのように光るのかご覧ください。どうぞ。いかがでしょうかね。ゲーミング LED ライトっていうことで、300以上のですね、光り方のプリセットがあるっていうことで、300全部試すってどんだけ時間かかんねんっていうのはあると思うんですけども、まあ、結構ね、サイズ的にも40センチぐらいということで、大きくもなく小さくもないということで、モニターの後ろっていうんですかね、壁面に、こう、LED をつけるっていうのもいいと思うんですよね。雰囲気ライトとして。固定できる色っていうのがね、リモコンでもスマホでもできるんですけども、こういう固定できて、そして明るさをですね、調整できるじゃないですか。はい。で、これ一番明るくして、今、ピコピコとしたんで最大なんですけども、これをね、白色にすると、普通のですね、はい、ライトとしてですね、
使うことができるというふうに思います。明るいのでいろんな用途で使えるんじゃないかなというふうに思いますね。このゲーミング LED ライト、いろんな用途で使うことができて、ほんまにええもんです。いかがでしたでしょうか。参考になりましたでしょうか。それではまたご覧になってください。さよなら。